愛媛新聞富士カルチャースクールで講師をしてます森田貴博です。今回はニーアップという種目をご紹介いたします。膝を上げるときに使う筋肉をトレーニングしていきます。非常に大事な筋肉ですので皆さんぜひチャレンジしてみてください。今回は、膝を上げるニーアップという動きをご紹介したいと思います。膝を上げる唯一の筋肉と言っていい腸腰筋というところを鍛えるトレーニングになります。前回からそうですけれども筋肉の名前は特に覚えていただく必要はありませんので、そこはご安心ください。では始めていきましょう。両手は腰に置いておきます。でこの時に姿勢ですね、背中丸くなってしまわないようにしっかり胸を広げて背筋まっすぐいきましょう。はい、ではここから片足をしっかりと持ち上げます。はい、ここからさらに上へ細かく持ち上げていきます。片足持ち上げて、そこからさらに持ち上げていきます。この時も背筋はまっすぐ、支えている足もまっすぐです。この動きは片足立ちになりますので、片足立ちがちょっと不安だなという方は椅子を使って、手を添えて、これでバランスをとってこのようにトレーニングしていきましょう。